皆さんこんにちは。2023年待望の新作、7つの大罪オリジンの新 PV が来ていたので動画にしていきます。こちらは、iOS、Android、PC、家庭用ゲーム機に対応予定と聞きました。スイッチはわかりませんが、PS5 は余裕で対応しそう。そして、公式レディット曰く2023年リリース予定とのことです。こちらは、7つの題材をベースにしたオープンワールドゲームなのですが、普通にグラフィックがすごすぎるよね。今回は実際のプレイ映像も紹介されておりました。この辺りからかな。ちなみにこのオッドアイの少女が主人公なんだろうか。案内係の妖精っぽいの体でかいね。ちなみにゲームには興味あるけど、7つの題材本編は超にわかです。ここから戦闘シーンだね。各キャラがスキルと必殺技を持っていて、キャラチェンジのタイミングでスキルを発動しながら登場するみたい。あ、この子戦うのか。この辺りの操作、原神にないので楽しそうだね。水中は、酸素ゲージみたいなのがあるっぽいね。謎解き要素もちゃんとあるようですね。という感じで、新 PV でした。ゲーム自体は普通に期待していますが、ゲームバランスがどうなるかに注目ですね。何か情報が出たら再び動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。